こんにちは、なで姫です。マリサだぜ、こんにちは。今回は、江戸時代における愛知県の藩について紹介していくよ。愛知県にはどんな藩があったのか気になるんだぜ。この動画では、愛知県にどんな藩があったのかと、それぞれの藩の歴史で代表的な殿様を紹介します。ぜひ最後までご覧ください。お気に入りの殿様が見つかるといいんだぜ。また、このチャンネルでは江戸時代の歴史や文化、雑学などを題材に解説をしています。歴史が好きな方や、歴史に詳しくないけど興味を持ってきた方などぜひチャンネル登録をお願いします。よろしくお願いしますなんだぜ。それではスタート。吉田藩主の松平信明。最初は三河地方の愛知県豊橋付近にあった、吉田藩を紹介するよ。現在の静岡県にあった前坂宿から、浜名湖と遠州灘の間に位置した水路を船で渡ると、東海道の関所の一つになる、新井関所があったんだ。現在の静岡県にあった関所なんだな。新井関所の正式名称は今切れ関所で、現在の静岡県湖西市新井町に位置したんだ。新井関所の創設は慶長5年1600年と言われていて、当初は幕僚だったので新井奉行が管理していたけど、元禄15年1702年からは、三河吉田藩の管理となったんだ。途中から幕府の命令で管理を任されたんだな。ちなみに新井関所は、安政年間に再建された建物が現在でも残っていて、国指定特別史跡になっているよ。いろいろなイベントも開催されているみたいで楽しそうなんだぜ。新井関所から白須賀や二川を越えていくと吉田城下に入っていくんだ。現在の豊橋付近は江戸時代に吉田と呼ばれていて、豊臣時代の池田輝政によって、吉田城の拡張や、城下町の整備を行い、基礎を作ったんだ。江戸時代より前に開発された地域なんだな。江戸時代には、東海道の要衝として譜代大名が在城したけれど、財政的要因のため完全に整備されないまま、明治を迎えたんだよ。財政的な問題で整備できなかったのか。歴代の藩主には寛政の慰労の筆頭だった松平信明らがいるんだよ。大物がいたんだな。松平信明は宝暦13年1763年に三代吉田藩主の松平信家の長男として生まれる。明和7年1770年に父が死去したため、7歳という幼少ながら家督を継ぎ、本庄道明が補佐に務める。本庄道明も死去した後は、松平正則と本庄道利が補佐した。まだ小さい頃に藩主に就いたから、補佐が多くいたんだな。松平信明が藩主に就任した時代の吉田は、火災などの災害が多く発生して、さらに干ばつ被害もあり、大凶作にもなったので、苦労が絶えない時期だったんだ。大変な時期に藩主になってしまったんだぜ。初めて藩主として吉田に戻った安永8年1779年には、吉田宿の約 40% が全焼した大火事が発生したんだ。相当大きな火事だったんだな。天明4年1784年に松平信明は、奏者番に任命されたんだ。奏者番とはどういうものなんだぜ？奏者番は江戸幕府や藩の役職の一つで、城中における武家の礼式を管理する仕事をこなすんだよ。同じ時期に松平信明は、白河藩主松平定信と接近し、老中主座となった松平定信は官制の改革を始めた。松平定信は田沼派を追放すると同時に、自分の腹心だけで幕閣を構成しようとしたんだ。松平信明の出世のチャンス到来なんだぜ。天明8年1788年に松平信明は蕎麦用人になり、その流れで老中に任命される。寛政5年1793年に松平定信が老中を辞職すると、松平信明は老中主座となり寛政の改革を引き継いだ。ここまで来たら大出世なんじゃないのか。寛政の慰労と呼ばれた松平信明は、松平定信の寛政の改革をマイルドに継続したんだ。政治的に見ると安定して良かった面もあるけれど、改革という部分は先延ばしにされたよ。寛政の改革というと緊縮財政をイメージするんだぜ。その緊縮財政を引き継いだ結果、経済は低迷するんだ。そうかと思えば、莫大な資金を投じて、前価格を維持しようとするけど失敗。徳川幕府の財政破綻を招く結果となったんだ。寛政の改革の主導者の松平定信に、引
き上げてもらったから、支持していくしかなかったのかもな。松平信明の老中主座時代は、ロシア使節ラクスマンが根室に来航して、北方で問題が発生していたんだ。ロシアからの通商要求を跳ねつけて、蝦夷地を幕府直轄にするなど対策を打ったけれど、将軍の徳川家斉との対立で、享和3年1803年に老中を辞職するんだ。ここで老中を辞めたんだな。田原藩主の三宅康直。次は田原藩を紹介していくよ。場所は吉田から愛知県の東部の渥美半島へ入ったところに位置していた田原藩では、江戸時代後期の武士で、画家でもあった渡辺崋山が家老を務めていたんだ。渡辺崋山の掛け軸は、海運何でも鑑定団で出品されていたことを覚えているんだぜ。渡辺崋山は農地改革を行い、特に鯨油による稲の害虫駆除の方法は大きな成果が出たんだ。めちゃめちゃ有能なんだぜ。また、休眠のため食料を保管しておく備蓄庫の方民層を建設したので、天保の大飢饉でも、一人の餓死や有亡者を出さなかったんだ。このため幕府は、崋山の指導による功績を称え、田原藩は全国で唯一表彰された藩になったんだ。すごいな、表彰なんてあるんだな。この頃は黒船が近海に接近することが頻繁に起こったので、崋山は外国船の旗印を書いて、沿海の村々の庄屋に配り、海岸の防備や見張りに当たらせたんだよ。海岸線の防備も力を入れたんだな。しかし晩舎の獄で渡辺崋山は投獄されてしまい、藩への迷惑を悩み自害してしまうんだ。その時の藩主は三宅康直で、渡辺崋山と友人関係のように仲が良かったそうなんだ。友人だとすると渡辺崋山が自害してしまったのは悲しいんだぜ。他の功績としては、天保13年1842年に三宅康直は、砲術を学んだ藩士に洋式大砲と火薬の製造を命じ、天保14年1843年に長谷村に砲台築き解剖を強化し、嘉永3年1850年には藩の軍勢を西洋式に改めたんだ。新しい西洋式の軍備を積極的に採用する目があったんだな。岡崎藩主の水野忠時。愛知県岡崎市の岡崎藩を紹介していくよ。徳川家康の祖父の松平清康以降ずっと、松平家は岡崎城を居城として、現在の岡崎城の形となったのは、関ヶ原で石田三成を捕らえた豊臣秀吉時代の田中義政なんだよ。田中義政という武将が石田三成を捕らえたんだな、初めて聞いたんだぜ。田中義政は田中堀という堀を巡らせて、水運を便利にしただけでなく、今まで岡崎の郊外を通っていた東海道を、岡崎城下の中心を通るようにして整備を行ったんだ。それは便利になるし、経済も発展するんだぜ。14歳で6代目岡崎藩主となった水野忠時は、お家騒動に巻き込まれてしまうんだ。松平ではなく、水野なんだな。水野家は徳川家康の母のお代の方の実家にあたり、いくつかの系統があるんだ。水野忠時の家は、お代の方の兄の忠盛の三男である忠元から始まっているんだよ。水野忠元の息子である水野忠義から、岡崎の主として岡崎を治めるようになり、この頃になると、どこの藩でも様々な問題を抱えるようになっていたんだ。財政難や天災はよく聞くんだぜ。水野家の場合は、老中など幕府の役職に就くことも多く、出費がかさみがちだったので、藩の財政は困窮しがちになるんだよ。偉い役職についていても給与が少ないのか？江戸幕府の老中たちは、役職手当がなく領地収入だけで藩運営を行わないといけなかったんだ。しかも、老中などが出る名門家だと領地が小さくなる傾向があったんだ。それは意外なんだぜ。役職がない家の方が資金的には裕福だったのか。当然財政難を克服し、領民を助けたいという気持ちもあるので一生懸命に努力したんだ。具体的には、藩主自ら木綿の着物を着て、食事は1日100文以内。という厳しい倹約を行い、領民たちにも節約するよう命じたんだよ。最初に藩主自らが倹約を行っているから、みんなもついていきやすいんだぜ。水野忠時の節約のおかげで、岡崎藩の財政は、数年で一気に回復して健全化したんだ。お家騒動の予感は全くしないんだぜ。成果が出たことで水野忠時は、藩の内政を次のステップに進めるんだ。
次は人事制度に手をつけ、家格を問わず実力のある者を登用することとしたんだよ。実力主義を取り入れたんだな。目をかけられた家臣もよく働いて、水野忠時たちは領民から慕われるようになるんだ。財政が厳しい藩が多い中で、年貢を減免を実行できるほど成果が出ていたそうだよ。みんなが貧乏な江戸時代で、年貢を減らすことができたのは驚きだな。しかし岡崎藩で代々偉い役職を務めてきた家老たちからは、面白く思われなかったんだ。成果が出ていることへの嫉妬なのか？殿はどこの馬の骨ともわからん奴らを重用して、わしらは、ないがしろにされてるじゃないか。このように言ったのかどうかは定かではないけど、家老たちは嫉妬心を爆発させたんだ。男の嫉妬は怖いんだぜ。岡崎藩の家老たちが改革を邪魔したことで、水野忠時が行っていた改革は頓挫してしまうんだ。あらら。水野忠時は仕方なく、若手で実力のある家臣を罷免して、家老たちを登用するけれども、一度気分を害して、拗ねてしまった家老たちは、水野忠時の言うことを聞かなくなってしまったんだ。これはなかなか面倒くさいことになってしまったんだぜ。当時水野忠時が、20代という若い年齢だったこともあるかもしれないけれど、水野忠時は自暴自棄になってしまい、酒や女性に溺れ始めてしまうんだ。せっかく藩の改革がうまくいき始めていたのに。聖母の巡哨院は、我が子である水野忠時と藩の状況を心配して、注意を行ったけれど効果なし。ついに巡哨院は、命をもっていさめを行うけれど、水野忠視察は友情を見受けするなどして荒れ続ける。もう止めることができなくなってしまったんだぜ。宝暦2年1752年に水野忠時は、法統を理由として強制的に隠居させられてしまうんだ。そこから半年ほどで水野忠視察は、座敷牢で29歳という若さで死去してしまうんだよ。もともとはやる気に満ち溢れていたのに、足を引っ張られて気の毒なんだぜ。刈谷藩主の松平定政。次は愛知県刈谷市付近に位置した、刈谷藩を紹介していくよ。刈谷城は徳川家康の母の於大の実家となる、水野家の居城として知られているんだ。水野家はさっきも出てきていたんだぜ。江戸時代の初期に整備が行われたけど、平山城と呼ばれる低い山や小高い丘と、その周囲の平地を利用して築かれた形状の城で、本丸の西側は鬼怒浦という海が入り込んでいたんだ。随分複雑な形状をしていたんだな。江戸時代の前期に刈谷藩の藩主だった松平定政は、徳川家康の甥にあたる人物なんだけど、慶安4年1651年に42歳の松平定政は、突然失家をしてしまうんだ。藩主の立場だったのに突然失家してしまったのか？失家の理由としては、亡くなってしまった徳川家光の供養のためとしているけれど、幕府への相談や連絡もなく、突然失家を言ってしまったので大混乱を引き起こすんだ。確かに急に辞めたと言われても、領民の暮らしとか幕府の事情もあるから困るんだぜ。しかも新将軍となる徳川家綱は、まだ9歳で親族や重臣たちの援助を必要としていたんだ。そのような状況下で、徳川家康の甥の松平定政が突然止めたらびっくりするし、怒るよね。新将軍の力になろうとしないのは、協力性がないなと感じるんだぜ。松平定政は失家する際に、領地や武器などすべてを幕府に返上する。困窮している旗本や浪人たちを救ってほしいと訴えた書面を送ってきたんだ。とりあえず新将軍を救ってやれよと思うんだぜ。幕府は、松平定政を乱心したと位置づけて、領地や財産をすべて没収した上で、現在の愛媛県にあたる伊予の松山藩に預けられ、正室と娘二人は実家へ送り返されたんだよ。徳川家光の供養をしたい気持ちはわかるけど、ちょっと先走りすぎなんだぜ。松平定政の行動は、幕府に対する批判を誘発することとなるんだ。どういうことなんだぜ？松平定政の騒動直後の慶安4年1651年に、由井小説の乱が勃発するんだ。クーデターとして由井小説の乱は、全くうまくいかなかったけど、由井正行がクーデターを起こした理由で、松平定政が、人々を救済しようとして起こした行動を幕府が無下に扱ったとしているんだ。
松平定政の行動を評価していたんだな。寛文2年1672年に松平定政は、松山で63歳の生涯を閉じたよ。ちなみに3人の息子たちは、罪を許され江戸に戻り旗本になれたそうだよ。罪を犯すと一族全部が、罪に問われてしまうんだな。衣藩主の内藤里文。現在の愛知県豊田市は衣という地名で呼ばれていて、付近は衣藩が治めていたんだ。衣藩の藩主は、最初三宅家が務めて、次に本田家、最後に内藤家が務めていたんだ。全部で3つの家が治めていたんだな。最も長く衣藩を治めていたのは内藤家で、2万石の大名として、1749年に衣にやってきたんだ。内藤家は城持ち大名の立場だったけれど、当時の衣には城がなく、衣城の建築が開始されるんだ。城があるのとないのでは、随分イメージが変わってくるんだぜ。しかし城の立地が矢作川のすぐそばで、何度も洪水や台風の被害に遭い、2代目藩主の内藤里文の時に、衣城の移転を願い出ることとなったんだ。当初の計画が甘かったんだな。次に建築された場所は高台で、当初こちらの城の正式名称も衣城だったけど、もともと建築しようとしていた城特別を行うために、七州城と名付けられたんだ。七州城という名前の意味は、この城から三河の国をはじめとした、7カ国の山が見えたので七州城となったんだ。ちゃんと名前に意味があって付けられているんだな。また城の様子は天守閣がなく、藩主の住む御殿を中心に、侍屋敷や藩学校なども作られていたんだ。さらに城下町に面した大手門の上には大きな社地があり、明治時代まで内藤家が衣藩を治め続けたんだ。小さな藩でも歴史がしっかりとあるんだな、と感心させられたんだぜ。西尾藩主の松平城下。次は西尾藩になるよ。西尾藩の場所は現在の三河地方の愛知県西尾市にあたり、お茶の産地でもあったんだ。お茶が有名だったんだな。現在でも西尾は、矢作川の豊かな土壌と川霧に恵まれ、抹茶生産量の約 20% を占めるそうなんだ。鎌倉時代に西尾にあった実相寺の境内で宋の正一国師がお茶の種をまいたことがスタートとして、その当時の僧侶や貴族などが、お茶を愛飲していたので広まりを見せたんだ。鎌倉時代がスタートだと、歴史も古く伝統があるんだな。江戸時代初期に入ると、お茶の栽培が奨励されてどんどん広まっていったんだ。そんな西尾にあった西尾城は、もともと吉良氏の居城とされていたけど、岡崎城も行った田中義政が、西尾城も整備を行ったんだ。東海道を岡崎城下町の中心を通るように、整備したんだったんだぜ。第二代西尾藩主だった松平則定は、江戸中期に老中として活躍。松平定信の側近として、官制の改革の一部を担ったんだ。西尾ではなく中央で力を発揮したんだな。西尾大平藩主の大方助。次は西尾大平藩だね。西尾大平藩は、現在の三河地方にあたる愛知県岡崎市大平町付近を治めていた藩なんだよ。初めて聞いた名前で、どのあたりなのか全く想像できなかったんだぜ。西尾平藩の藩祖となるのは、大岡裁きで有名な大岡忠相なんだよ。有名人なんだぜ。大岡家は西尾平藩以外に、相模の茅ヶ崎にも領地を持っていて、茅ヶ崎に菩提寺の常見寺もあり、派手に大岡越前祭が開かれているんだ。でも祭りが茅ヶ崎で行われていても、大岡忠相は西大平で大岡裁きを行ったんじゃないのか？残念ながら大岡裁きは、江戸町奉行の話でしかも一件残らず全て嘘なんだよ。そうなのか、ショックなんだぜ。しかし公正な裁判が、広く評価されていたことは事実だからね。そこは安心したんだぜ。大岡忠相は享保9年1724年の札差し仲間の許可と取り締まり、財刑の連座制廃止や拷問の軽減などを行い、刑罰を軽くしたことによって、江戸庶民のアイドルとして、慕われたと考えられるんだよ。そこからいろいろな作り話が、出てきたということなんだな。西畑藩主の本田忠広。現在の愛知県碧南市に位置した西畑藩を紹介していくよ。といっても西畑藩は、幕末期の1864年に当時旗本だった本田忠広が、
天武党の乱鎮圧のために志願して出兵したことが認められ大名となったんだ。かなり遅い時期に大名となったんだな。大名として認められた本多忠広だけど基本的に江戸に住んでいたんだ。また小さい藩だったので財政は常に困窮していて2万両近くの借金も抱えていたんだ。借金が多いのは江戸時代の藩あるあるなんだぜ。本多忠広は藩の財政の立て直しのために藩札の発行を行ったりしていたんだ。しかし慶応2年1866年に本多忠広は体調を崩してしまい病気を理由に隠居。本多忠幸が10歳という若さで家督を継いで藩主となったんだよ。江戸時代の後期に出てきて少しの間だけ存在した藩だったんだな。大垣新田藩主の戸田氏成。次は愛知県三河地方に位置する渥美半島にあった大垣新田藩を紹介するよ。大垣といえば岐阜県の大垣しか知らないんだぜ。もともとは大垣藩の支藩として存在していて、その時の名前は花村藩だったんだ。藩の成り立ちは元禄元年1688年戸田氏都氏の後を継いだ戸田氏重の時に兄の戸田氏貞から美濃の国内の新田3000石を分与され、さらに養父の氏都氏の所領と渥美郡内の新田分を合わせて1万石となったため大垣新田藩が立藩したよ。複雑な経緯で大垣新田藩は立て藩したんだな。その時に藩長を三河の国渥美郡畑村に置いたため畑村藩とも呼ばれているよ。そして藩の財政が厳しいので領内に倹約令を出して華美な文化の抑制を行い藩の財政再建を試みたんだ。名古屋藩。次は愛知県名古屋市に位置する名古屋藩、尾張藩とも呼ばれている藩だよ。名古屋は最近でも金メダルをかじる市長が有名な大都市なんだぜ。そんな名古屋にある名古屋城の天守閣は明暦3年1657年に江戸城の天守閣が明暦の大火で燃え、昭和6年1931年に大阪城の天守閣が再現されるまで日本最大の城郭建築だったんだよ。そんな立派な建築物だったんだな。戦前では金色の鮭を乗せていたのも名古屋城だけで、1873年にはウィーン万博に出品されているんだ。メスの鮭は東京でも公開されて大ブームが起こったんだよ。鮭にオスやメスがあるのか？驚きなんだぜ。名古屋が尾張地方の中心都市となったのは関ヶ原の戦いから10年ほどした1610年のことで、尾張の国主となった徳川家康の旧男の徳川義直のために幕府は加藤清正に命じて建設させたんだ。織田信長の時代には名古屋城はなかったのか？織田信長の時代の尾張の中心は清洲城で、地理的には街道の交差点に位置し、五条川と西北の沼に囲まれていたので一見すると防御するのに適していると感じるけど、水害が多く発生し水攻めにも非常に弱かったんだ。弱点が多くあったんだな。さらに城下町の発展する余地が少なく、近世都市の規模感としては物足りなかったんだ。いろいろ問題があったから名古屋にしたんだな。名古屋藩は尾張の他に美濃や木曽の山々も領地とした豊かな藩だったけど、その歴代名古屋藩主の中で最も特筆するべき藩主は徳川宗春なんだよ。どんな藩主だったんだ？徳川宗春は元禄9年1696年に生まれ、父は名古屋藩第3代藩主の徳川綱信だった。しかし二重男だったので跡取りは無理だと思っていた宗春は、江戸の町に舞いを繰り出して芝居見学や遊郭で遊ぶなど自由気ままな生活を謳歌していたんだ。20番目の子供だと跡取りとは考えないんだぜ。しかし兄弟の多くが早死にや竹の養子に出され、徳川周春も柳川藩3万石の藩士となり、享保15年1730年兄の尾張藩第6代藩主の徳川慶雄の死去によって第7代の尾張藩士となったんだ。徳川宗春にもチャンスが巡ってきたんだぜ。その後徳川幕府第7代将軍の徳川家継が病になり危篤状態となってしまう。しかし跡継ぎの徳川家継はまだ8歳で、徳川宗家の血が途絶える一大事となったんだ。跡継ぎがいない場合はどうするんだぜ？徳川宗家に世継ぎがいない場合、尾張、紀州、水戸の徳川御三家のいずれかが将軍になる決まりだったので、次期将軍の候補は尾張藩の徳川継とも紀
州藩の徳川吉宗、水戸藩の徳川綱枝となったんだ。将軍の座の争いなんだぜ。この将軍の座のレースは、尾張藩の徳川継友が最有力候補だったけれど、当時の老中の真部明房真部明房が紀州藩を推して、徳川吉宗が第8代の将軍に就任するんだ。しかし、尾張藩の徳川慶友が将軍になっていれば、第9代の将軍には徳川宗春がなっていたんだ。将軍の座まで片手は、届いていたのに残念だぜ。そのような状況下で尾張藩主に就任した徳川宗春は、徳川吉宗に反抗するような態度を取るんだ。将軍に反抗的な態度って、一体どんなことをしたんだ？徳川宗春は、幕府が出した倹約令を無視して贅沢な暮らしを行ったり、藩士にもそれを許したんだ。また死刑の執行を停止する、といった変わった政策も実行に移したんだよ。政策の結果が気になるんだぜ。結果として、倹約令で苦しむ田の町から芸人や遊女が流れ込み、活気にあふれるんだ。名古屋が大消費都市としての存在感を出したのは、徳川宗春の時代のおかげなんだ。そうだったんだな、知らなかったんだぜ。尾張藩の財政が比較的裕福だったので、倹約令などを無視できたけれど、財政も苦しくなっていくんだ。徳川宗春は健全財政に切り替えようとしたけれど、これを理由に徳川吉宗は隠居謹慎を命じるんだ。派手にやりすぎてしまったか。徳川秋春は名古屋城三の丸に隠居謹慎処分、尾張藩は幕府に一旦召し上げられて、美濃高須藩主の松平忠順が、徳川秋勝となって後継ぎしたんだ。隠居した徳川秋春の老後は、茶碗を焼いたり絵を描いたりと悠々自適な生活を送り、明和元年1764年、69歳の生涯を終えているんだよ。将軍に対して反抗するのは、根性が据わっているというかなんというか。どうしても吉宗のことが気に食わなかったんだろうね。犬山藩主の成瀬正長。最後は犬山藩を紹介するよ。犬山藩は現在の愛知県犬山市に位置した藩で、犬山藩として建て藩したのは、明治に入ってからなんだ。明治時代になったら藩は、なくなったと思い込んでいたぜ。そんな犬山城の天守閣は、国宝四天守閣の一つとされているんだよ。相当価値の高い天守閣なんだな、見てみたいんだぜ。天保の頃に活躍した犬山藩成瀬家の成瀬正長派、尾張藩から独立した大名になりたいと考え、江戸で大名らしく道具を揃えるような、デモンストレーションを行ったりしたけれど、結局独立した藩主になることはできなかったんだ。願いは通じなかったのか。ここまでが愛知県の江戸時代の解説となります。非常に興味深く見れたんだぜ。皆さんの気に入った殿様は、いたでしょうか？動画で載せられていなかったエピソードも、ぜひお待ちしています。このチャンネルに興味あるという方はぜひ、チャンネル登録、高評価をお願いします。視聴者さんがワクワクドキドキするような動画を作るので、よろしくお願いしますなんだぜ。また、コメントもお待ちしております。今後の動画を作る際の参考になったり、うぷ主の励みになったりするんだぜ。お気軽にコメントしてください。コメントはすべて楽しく読まさせてもらっています。それでは動画を締めたいと思います。最後まで、ご視聴ありがとうございました。また違う動画で会おうぜ。バイバイ。